堂原シュートを打ちたい。おお、決めてきました。川島からスキップパス、堂原スリーポイントを選択、決めました。今日はシュート3分の3。川島のスリー、もう一度、ここもポーターがリバウンド拾ってのシュートが決まってエンドワンです。ここはベテランガード同士のマッチアップです。河野と松崎、フェルプス、坂田のスリーポイント決まりました。坂田当たるです。フィッツジェラルドも2桁得点に乗せてきました。渡辺からジガリメッツ、シュート決まりました。河野、フィッツジェラルド、スピンムーブからこのシュートはどうか、フックシュート決まっています。1点差追い上げてきた。リバウンドフェルプス、ここも強さを見せる。さらにファールがあってエンドワンです。トレイポーターからつないです。中西ジャンパー決めました。ライアンクリーナー、フルノからクリーナーに合わせてダンクです。渡辺のドライブから最後はポーター。渡辺、渡辺がシュートを打っていく、ツーポイントですが決まりました。一方逆転を許した形の愛媛オレンジバイキングス、フィッツジェラルドしっかりと得点取ってきます。渡辺翔太、渡辺カットインからどうする、ディメッツシュートを決めていった。星野、わあ、ここはよく守りました。ディメッツ、堂原が前を向いて走る、レイアップシュート決まった。です、今シーズンからチームのキャプテン堂原紀明、1試合平フロントコート選択、トシノから坂田、トシノです、スピード上げてトシノのドリブルからブロックいった、トレイポーター。愛媛ボール、守る西宮ストークスのディフェンス、飛びた、ここはレイアップで決めていきます。2本目は落ちますがリバウンド坂田が取りますが時間がない。試合終了、75対70、西宮ストークス連敗3でストップ。そして